はい、というわけで始まりました、オーディオコメンタリー第7巻ですね。松岡君、普段そんな声じゃないでしょ。どうしたの？いや、ちょっと頑張ってみようかな。さっきテストでそんな声出さなかったでしょ。ちょっと頑張ってみようかな。頑張らなくていいよっていつも言ってるでしょ。はい、すいません。はい、ということでですね、今はお聞きした方も分かってしまうと思うんですけど、はい、今回のメンバーはですね、僕、草薙ゴデ役の松岡義嗣と、はい、エリカブランデッティ役の日笠陽子です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私コメンタリー1話ぶり。本当ですよ、久しぶり松岡。ねえ、いやもう僕スタッフさんに聞いたんですよ。うん、なんて？ひかさんは、うん、お相手の方とどんな話をされてるんですかって聞いたら、知らないんじゃない別に。だって聞いてますもん。あ、そうなんだ。だって聞いてますもん、うんうん、そして聞いてみたら、なんかひかさんがいや超先になんかこう関係ない話してる、関係ない話ばっかしてるって話を聞いて、え、じゃあもう私話さないからね。もう何も話さなくなるからね。関係ない話大好きなの。関係ない話脱線大好きなの。でもみんないいよって言うから。それ私だけの責任ちゃうからな。花澤さんに無茶ぶりしたんですよね。そうそう。そこで松岡くんはこのカンピオーネのコメンタリーは、ね、私と一回1話でやってから、ね、それからは他の女子たちとやってきたんだよね。やりました。ね、誰々とやってきたの？小倉さん、花澤さん、斉藤優香さん、北村さんってやってました。あ、じゃあもう全員とやってんじゃん。やってましたよ。やばいじゃん。やばかったっすよ。やばいじゃん。もう今もうちょっと私ドキドキしてるよ。ね、なんでですか？下ネタにならないと思う。ドキドキしてるわ。僕毎回僕入り口の隅っこが好きで。そうだよね、いつも端っこ座ってたよね。でその隣に松本さんがいるっていう、そうね、っていう感じで、もう松本さんしか喋ってなかったんで、さ、もうさ、ネガティブすぎるよね。ネガティブすぎるとかじゃないんです。女子と話そうよ。いや、話そうよって、話したいですよ。話そう。でも、はい、だって僕正直な話言っていいですか？いいよ。カンピオーネの皆さんが綺麗すぎるんですよ。私が神です。何を言ってるの？ ありがとう、やだ、ちょっとありがとね。だから言いますよ。なんでスルーしたの？ツッコミ入れろし。ああ、そうか。なんでツッコミ入れればいいんですかね。もういいわ、やめて。何、綺麗すぎるって何が？なんかもう例えば演技に対しての姿勢もそうですけど。そういうこと。それもありますし。そうかな、北襟とか結構危険な。橋渡ってなかった？橋渡ってましたけどやっぱなんかこう、なんていうんですか、やっぱなんかこう話すとなんか、うわマジ目見て喋れないみたいな感じが僕の中であって。なんで？いや、だってひかすさんもそうですけど、僕ひかすさんの目もあんま見れないですもん。私ね、松岡くんと目合うことそんなないね、確かにね。松岡くんさ、打ち入りの時も、なんか一人でどっか行っちゃったもんね。一人で他のスタッフさんの方と喋ってました。端っこの方で喋ってました。もう端っこ好きをやめよう、松岡くん。いや、お姉さんは心配になってしまうよ。いや、端っこがいいんですよ。端っこが好きなのはまあわかるけどね、わかるけどね。端っこ肘掛けもあるんで。それはわかる、それはわかる、楽だよね。楽なんですよ。わかる、それはわかるわ。次話そうと思ったことが飛んだ。やばい。なんでしょう。みんな聞いて、松岡くんは今日のこのコメンタリーのためにちゃんと考えてきてくれたんですよ。私何を聞くのかとか、どうやって進めようかとか、その紙をなんとね、家に忘れてきたらしいです。多分今絶賛テーブルの上にあります。松岡くんは本当真面目ですよね。真面目じゃないですよ。いや、真面目だって。コメンタリー、私とひよっちのコメンタリーなんかひどいもんでしたよ。何なんか久しぶりだねみたいな話から始まり。もう世間話から始まる。世間話、本当に。だからコメンタリーのあるべき姿はこういうのだなとちょっと今日思いました。そうですね、ありがとうございます。いや、またこのシーンはマリアすごくいいですね。おお、マリアすごくいいですか？あ、チューしたよ。あれですよ。はい。なんですか？今ちょっと今変なこと言いそうになった。え、なになに？ヒカさんはどうでもいいんですよ。
待て待てそれいろいろ語弊があるよ。いや、はい、この回この回だと、うん、この回だとっていうことで、はいはい、うん、っていうとそうですね、マリアヒロイン会ですからね。ね、なんかわかんないけど、とりあえず松岡くんは面白い生き物だねっていう話はしてたよ。だからあれですよ、このカンピオーネ収録終わった後も多々いろんなアニメで松岡くんを聞けるようになりました。ダメ絶対音感が聞き取れるようになりました。本当ですか。よくよく戦ってるなと思います、はい、そうですね、よくよくチャンネル回すと、はい、また松岡くん戦ってるし、はい、また松岡くん女子に囲まれて、はい、やだ男だわと思って、はい、まあ確かに、まあ、ギャーギャー言ってますけど、うん、そうそう、はい、私が神です。消えないよ